はい、どうも、さっくんです。ちょっと今回はですね、模型ではなくてですね、ちょっとメンバーの方に、いただいたものがありまして、そちらをちょっとご紹介したいなということで、ちょっと殺風景な背景ではあるんですけども、こちら突然ね、レターパックで届きました。カタログとかね、お土産をちょっとご紹介したいと思います。とあるメンバーの方、本当にありがとうございます。で、これパッてね、こうやって開けたらね、皆さんわかると思います。これなんか、これね、これイズムワークスさんかな、これの京都市地下鉄10系の鉄コレのやつですね。それの、なんと、ライトユニットが入っておりました。ありがとうございます。終電化もしないといけないんですけどね。こちらをいただきました。はい、まずは。で、まあ、お土産っていうことで、こういう感じで、宮崎のマンゴー。の、ラングド社ということで、ありがとうございます。マンゴーね、別に嫌いなわけじゃないので、まあ、それの、しかもまあ、ラングド社って言ったら大体クッキーみたいな感じなんで、僕は全然好きな方の食べ物でございます。ありがとうございます。すごい宮崎のお土産として売ってるものでございます。これは美味しいと思います。このとりあえず2点で、次ね、ファイルが入ってて、これがね、ちょっと分厚かったんで、よいしょ、これいけるかなと思ったんですけど、いけるな。おお、いっぱい出てきた。もうまだ全部見れてないんですよ、この中は。これね、写真、昔の写真ですね。これもあるんですけども、こちらのメンバーシップの方のみで、楽しみたいということで、これはちょっと、一般の方は、もしよろしければ、メンバーシップの方で、ご覧いただければと思います。で、今回見ていくのが、このカタログ関係ですね。もうこれ、三義鉄道のやつやな。とか、あとは、こういうね。これ、どこやろ？思想弓鉄道。思想って聞いたことあるぞ。これって、どこやったっけ？思想ってどこやったっけ？あれじゃないですか。そう、あれ。僕はスキー、この前スノボ行ったとこじゃないですか。山崎インターって。あの辺にあったんか。これ今あるんかな？ちょっとわからんけど。ああ、この前、僕、後輩とスノボ、滑りに行ったあたりですね、マジで。ああ、こんなとこにあったんや。ちょっと今あるかは分かんないです。ちょっと調べていただければと思います。はい。次、これが多分ポストカードになります。これ九州のやつですね。おー。うわ、これかっこいいなぁ。めちゃくそかっこいい、これ。このポストカード。うわ、いい景色ですね。これどことか書いてるんかな。どことかまでは書いてない。もうすごい。キハ40と47の池の上に、映ってるね。キハ40と47。っていうことで、綺麗やな。こういう写真撮る人がやっぱ上手いんですよね、こういう。ポストカードにするために撮るね、写真って。やっぱ上手い人が撮ってるんで、これすごいな。めっちゃ綺麗。で、続いて、多分僕が先月ね、三義鉄道見に行ったっていうのもあると思うんですけども、こういう三義鉄道の北西線のガイドブック入っておりました。
ありがたいですね。まあ、三義鉄道ね。あ、これ皆さんご存知ですね。特殊狂気。762ミリ機関のね、車両が走ってますと。で、近鉄は、あの、伊勢湾台風を機に1435ミリね、新幹線と同じに回帰して、で、難波と、名古屋を結べるようにしたと。で、JR はもう JR で全国共通でね、標準、狂気の1067ミリのままと。まあ、こういう、なんか案内まで。こんなパンフレットどこにあるんですかね？さすがに僕もわかんないです。ああ、この4両編成ね。3両がもともとね、あの3両編成だった車両で、電装解除して、で、もともとあの、電動車1両を、こう、前後に付け替えて、それを、あの、電気機関車のような扱いで、引っ張って運用してて、4両編成してたんですけども、まあ、近年になって、この1両をね、もう固定車両をね、1両つなげて、こっちに運転台を復活させて、で、4両編成の電車として、あの、走っているという車両ですね。北西線開業100周年記念、旧北西線カラーですね、200系。まだ見れる車両だったと思います。この、三重県内のこういうね、支線って結構今、やばい。あの、三義鉄道の、あの、旅客もそうですけど、結構、経営的にやばいっていう感じのね、状況になってきてます。やっぱこうやって乗って残そうという、ね、あの、傾向にあります。これがあのマップですね。この辺よくね、撮影昔行ったんですよ。東院かな。この辺、東院、イオンモールが書いてあるわ。この辺で、ご飯とか食べて、で、この特殊狂気のね、三義鉄道取って、で、貨物もね、この普通の三義鉄道の方、来ますので、で、時間になったらこの三義鉄道のこの、沿線、この丹西川とか、保母駅とかね、この辺で撮影をね、して、で、ちょっと時間がある時にまた戻ったりとかね、こう、車でこの辺行き来するんですけど、まあ、撮影に、この辺りにはよく行きました。まあ、この前も、ちょっとこの辺、保母には行きましたけど、まあ、この辺は結構前からね、あの、貨物列車の撮影でよく、あの、訪れていた場所ではあります。で、このね、京弁鉄道博物館も以前行きました。ただ、あの、YouTube の動画としては、あの、撮ってなかったんですけども、結構こういう場所、行けるとこは行っておりましたんで、また動画にできるとこやったらね、撮影したいなとは思っております。こういうね、感じの、沿線案内とかもね、結構活発にやってるんですね。こんな気やってたんですね。全然この辺りは僕触れてなかったので、今までこういう歴史も書いております。北西線近鉄をね、一時ね、合併して走ってたんですけども、あ、2000年に廃線表明したんか。で、三義鉄道に存続運行を依頼した。うわぁ、近鉄がね、どんどん切り捨てていってるんで、まあ、伊賀鉄道を切り捨てた時はなかなかひどいなと思いましたけど。いやぁ、でもこれね、切り捨てんのもまあまあ、わからんこっちゃないっすけど、ちょっとね、なんか考えてほしいもんですよね。あの、週末フリーパスとかで、ね、この三義鉄、今三義鉄道ですけど、ね、行けたらね、めちゃくちゃいいと思いますけどね。まあ今や三義鉄道なんで、そんなことはできないですけども。まあこれがあの三義鉄道のこの北西線が、あの、
作成したと思われるパンフレットですね。もう中も入りました。車両も入らせてもらいました。いいですね。ああ、これアスナロー鉄道の、ね、パンフレットも入っておりまして、あ、アスナロー鉄道も終点まで僕行きました。行った行った行った。で、あの途中の日永ですね、ここも行きましたし、あの降りて、あの観光するっていう場所ではないので、ここずーっと乗ってた宇都部っていうところまで行くんですけど、この辺にもなんかね、イオンじゃないけど、これ何やったかな、イオン系のねスーパーがこの辺にあるんですよ。この辺とか行ったりして、で車庫あるんで、この車庫の先とかねちょっと見に行ったりとかして、こっちはね僕乗れてないですよ。西日のね八王子線のこの八王子っていうこの辺まで、あのちょっと川沿いをね行っても面白いなと思ったんですけど、全然こっちは行けずじまいです。あー、こういうねあの沿線案内とかも結構いっぱい載っております。乗りました乗りました。日永とかもね懐かしいですね。最近行ってんや、この近鉄時代には行きましたので、でこの、京弁鉄道博物館のね案内、これはナローゲージ、これ M ゲージではないな、これ HO ゲージの車体やけども N ゲージの機関で走らせるっていう感じのやつだな。おー、いいですね。226、ね、これずっと留置されております。開館が毎月第1、第3日曜日ということで、ちょうどそのどっちかに行ったんですよね。よし、他この三重県関連のパンフレットあるわ、ここにあるわ。でもさっきと同じようなやつかな、あげき行きましたね。うわー、この沿線案内ですね。で、三義鉄道のこのマップあります。すごい、なんだかんだ言ってこの辺り結構ねお世話になっております。本当にあの DD51 が走ってる時に結構この三義鉄道の貨物もね抱き合わせでね本当によく行っておりました。懐かしいもんです。まあこの前も行ったんですけども、また違う内容でね行きましたし、ということで、三義鉄道の方は以上かな。次ちょっと九州に入りたいと思います。九州はあんまり詳しいわけじゃないのでささっと行くんですけど、457のこのボイラーの中とかに詳しいな。こんなパンフレットあるんですね。あ、志布志の、鉄道記念公園って書いております。あ、これのねちょっと詳しいものですね。でカンパチ16、おこれのパンフレットまで。これって車内でなんか食べれるんですかね。あ、食べれるんや。やっぱこういうね職人さんのあの料理が、料理というかあれですね、お弁当というかこれを振る舞われるということですね。乗車券、これを一人様、18,000。んで、2名ボックスを一人でご利用の場合、追加料金10,000円。おぉ。こんな感じなんですね。これはいつから走ってるんでしょうか。あ、
まだ走ってないやん。4月26日から。博多から、別府大分湯布院の運行。他がね、すんごい、衰えてるんですよね、僕の知識が。こっちが、オレンジ食堂。これは、あっちの方ですね。三席になった方。マジで名前が思い出され。あっちですよ、と言ってもね、わかるわけないです。仙台と新社の方ですね。ああ、そう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 。ちゃんとこういうダイヤも載ってるんですね。ね、この旅のおもてなしっていうの、ちゃんと。こんな案内あるんですね。わ、一人様、15,000円、これ3便。これ美味しそうやな。めちゃくちゃ美味しそう。いや、またこういう列車にもね、乗りたいもんです。本当に。で、最後は、あ、これなんか兵庫県のやつだね。昭和レトロ、情景館。本辰野駅の方って書いてる。山陽本線だったら辰野駅が近い。こんな場所あるんや。知らなかった。果たして今あるのかちょっとわかんないですけど。よし。はい。ということでですね。まあ、こういう感じで、今回メンバーシップの方から、プレゼントというか、こういうお土産関連のちょっと、延長線上って感じで、パンフレットを、毎回いただいてるわけです。ありがとうございます。まあ、これでいつもネタをね、提供していただいて、で、ちょっとでもね、動画の、足しにしていただければっていう感じで、いつもいただいております。ありがとうございます。まだちょっとね、いただき物ありますが、これはまたメンバーシップの方とゆっくり、ご覧になって、また、楽しみたいと思いますので、もしよろしければメンバーシップにご加入いただける方いらっしゃいましたら、月安くて290円から、ご入会お待ちしておりますので、ぜひそちらも、ご検討をお願いいたします。今回はこのメンバーシップの方からいただきました、お土産の方を開封させていただきました。ということで、今回の動画は以上となります。普段は近鉄の、実写撮影とか、何回の実写撮影。で、または、最近はちょっと鉄道模型の方、だいぶ、撮影ができてませんが、普段は鉄道模型の加工なども行っておりますので、ぜひそちらの動画も、参考にしていただければ嬉しいです。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。また、旧 Twitter の X、インスタもやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。